はーい。日曜日の真昼間から誰かなあ、もしかして、また帰ってきたのたッく、帰ってくるときは連絡しなさいって。あ、し、親友くんあ、こ、 ごめん。いらっしゃい。急にどうしたのお姉さんに会いに来ましたあ、あいつは一人で来たのわざわざ、あたしに、 会いに来てくれたのさああそれはあありがと立ち話も申し訳ないから入ってそれにしても 来るなら、一言言ってくれればよかったのに。うん、すっぴんだし、服だって、部屋着だし。あ、はあ、こんな状態、親友くんに見られたくなかったな。え すっぴんも可愛いし、部屋着もめちゃくちゃ可愛いです。あちょ、ちょ、ちょっと待って、新くん褒めすぎじゃないなんか変なものでも食べた本心で言ってるんですけどって ああ、そ、そうなの <laughs> 照れるなあ。あんまり褒められるのは慣れてないから、そんなたくさん褒めないで、ね。恥ずかしいんだよ。なら恥ずかしがるとこもっと見たいから、もっと 褒めますや、やめてよ。まぁ、あ。親友くんって、意外と、ドエスだね。ううん。嫌いじゃないかな。 むしろ、とえすぐらいがちょうどいいかな <laughs> 恥ずかしい耳元で囁かれるの。 別に恥ずかしくないんだ親友くんって経験豊富なんだね私以外の女の子にも耳元でこうやってささやかれてるんだ 別に、君と私は付き合ってないじゃん。そんな必死にならなくても、誰の耳で囁かれようが関係ないって。それの上を行けばいいんだから。 なーんて。<laughs> そういえば、あいつ。そう。うちの、バカ弟。最近どう親友くんに、迷惑かけてない もうすぐ言ってね。あいつさ、どうしようもないでしょう。だらしないし、一人暮らしちゃんとできてるのかなって。お父さんとお母さんも、毎日めっちゃ言ってる。<laughs> そうね。 言い方を変えれば愛されてるっていうか。憎いんだけど憎めないんだよね。自分の弟だからかな。って、ごめん。身内の話しすぎたね。 お姉さんが、お姉さんしてるの、とっても燃えます <laughs> 当たり前じゃん。嫌でもあいつの姉なんだから。なんだかんだ家族だし、心配だよ。でも、それと同時に、親友くんのことも心配。 だって、大学に、かわいい女の子、たくさんいるだろうから、親友くんのこと、取られないかなーって、不安なの。お、俺には、お姉さんしか、いません ああ、えっと、それ、なんか、告白してるみたいだよ。う、うん。まるで、わ、私のこと、好き、みたいな。 そうだよね。まさか親友くんが私のこと好きになるなんて <laughs> でもそうだったらいいのになって思ったよウフ <laughs> 顔真っ赤。 はーい。宅配便が来たみたい。続きは、また後でね。<laughs> いい子に待ってて。親友くん